ルカによる福音書第20章。ある日、イエスが宮で人々に教え、福音を述べておられると、祭司長や律法学者たちが長老たちと共に近寄ってきてイエスに言った。何の権威によってこれらのことをするのですか？そうする権威をあなたに与えたのは誰ですか？私たちに言ってください。そこでイエスは答えて言われた。私も一言尋ねよう。それに答えてほしい。ヨハネのバプテスマは天からであったか、人からであったか。彼らは互いに論じて言った。もし天からだと言えば、ではなぜ彼を信じなかったのか、とイエスは言うだろう。しかし、もし人からだと言えば、民衆は皆、ヨハネを預言者だと信じているから、私たちを石で打つだろう。それで彼らは、どこからか知りません、と答えた。イエスはこれに対して言われた。私も何の権威によってこれらのことをするのか、あなた方に言うまい。そこでイエスは次の例えを民衆に語り出された。ある人が葡萄園を作って、農夫たちに貸し、長い旅に出た。季節になったので、農夫たちのところへ、一人のしもべを送って、葡萄園の収穫の分け前を出させようとした。ところが、農夫たちは、そのしもべを袋叩きにし、空手で帰らせた。そこで、彼は、もう一人のしもべを送った。彼らは、そのしもべも袋叩きにし、侮辱を加えて、空手で帰らせた。そこで、さらに、三人目の者を送ったが、彼らは、この者も、傷を負わせて追い出した。葡萄園の主人は言った。どうしようか。そうだ。私の愛する息子を使わそう。これなら、多分、敬ってくれるだろう。ところが、農夫たちは、彼を見ると、あれは、跡取りだ。あれを殺してしまおう。そうしたら、その財産は、我々のものになるのだ、と互いに話し合い、彼を葡萄園の外に追い出して殺した。その際、葡萄園の主人は彼らをどうするだろうか。彼は出てきて、この農夫たちを殺し、葡萄園を他の人々に与えるであろう。人々はこれを聞いて、そんなことがあってはなりません、と言った。そこでイエスは彼らを見つめて言われた。それでは、家づくりらの捨てた石が、隅の頭石になった、と書いてあるのはどういうことか。すべて、その石の上に落ちるものは打ち砕かれ、それが誰かの上に落ちかかるなら、その人は粉微塵にされるであろう。この時、律法学者たちや祭司長たちは、イエスに手をかけようと思ったが、民衆を恐れた。今の例えが、自分たちに当てて語られたのだと悟ったからである。そこで彼らは機会を伺い、偉人を装う回し者どもを送って、イエスを総督の支配と権威とに引き渡すため、その言葉尻を捕らえさせようとした。彼らは尋ねて言った。先生、私たちはあなたの語りを教えられることが正しく、またあなたは分け隔てをなさらず、真理に基づいて神の道を教えておられることを承知しています。ところでカイザルに貢ぎを納めてよいでしょうか、いけないでしょうか。イエスは彼らの悪巧みを見破って言われた。デナリを見せなさい。それにあるのは誰の肖像、誰の記号なのか。カイザルのです、と彼らが答えた。するとイエスは彼らに言われた。それなら、カイザルのものはカイザルに、神のものは神に返しなさい。そこで彼らは民衆の前で、イエスの言葉尻を捉えることができず、その答えに驚嘆して黙ってしまった。復活ということはないと言い張っていたサドカイ人のある者たちが、イエスに近寄ってきて質問した。先生、モーセは私たちのためにこう書いています。もし、ある人の兄が妻をめとり、子がなくて死んだなら、弟はこの女をめとって、兄のために
子を設けなければならない。ところで、ここに七人の兄弟がいました。長男は妻をめとりましたが、子がなくて死に、そして次男、三男と次々にその女をめとり、七人とも同様に子を設けずに死にました。後にその女も死にました。さて、復活の時には、この女は七人のうち誰の妻になるのですか？七人とも彼女を妻にしたのですが。イエスは彼らに言われた。この世の子らは、めとったり、嫁いだりするが、かの世に入って、死人からの復活に預かるにふさわしい者たちは、めとったり、嫁いだりすることはない。彼らは、天使に等しいものであり、また、復活に預かるゆえに、神の子でもあるので、もう死ぬことはありえないからである。死人が蘇ることは、モーセも芝の変で、主をアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼んで、これを示した。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神である。人は皆神に生きる者だからである。律法学者のうちのある人々が答えて言った。先生、仰せの通りです。彼らはそれ以上何もあえて問いかけようとしなかった。イエスは彼らに言われた。どうして人々はキリストをダビデの子だというのか。ダビデ自身が詩篇の中で言っている。主は我が主に仰せになった。あなたの敵をあなたの足台とするときまでは私の右に座していなさい。このようにダビデはキリストを主と呼んでいる。それならどうしてキリストはダビデの子であろうか。民衆が皆聞いているとき、イエスは弟子たちに言われた。律法学者に気をつけなさい。彼らは長い衣を着て歩くのを好み、広場での敬礼や街道の定石や宴会の定座を喜び、やもめたちの家を食い倒し、見栄のために長い祈りをする。彼らはもっと厳しい裁きを受けるであろう。